ございます。今日は朝一で買い物に行ってきました。朝はね、人が少ないので、今ちょっとコロナウイルス流行ってきちゃってて怖いので、朝一に行くようにしてます。はい、今日買ってきたのはおでん、大根をいっぱいいただいたので、ちょっとおでんにしようかなと思って、おでんの食材買ってきました。あとはトマト、安かったんですよね。すごいいい色してて綺麗なトマトでした。88ですね。あとはこのひき肉、500円だったので買いました。ひき肉は分けて冷凍しておきます。あとはこの35円の豆腐、めっちゃ安い、はい、こちらを買いました。あとはホッケです。ホッケめっちゃ大好きなんですよ、美味しくて、はい、ホッケも買ってきました。あとは牛乳です。旦那さんが毎日ご飯と一緒に飲んでるので買ってます、ストックしてます。はい、今日の買い出しは、1週間の買い出しは、まあ、1500円くらいで済みました。はい、安いですね大根たくさんいただいたので、その大根をメインで使っていこうと思って、はい、今週はこの感じの食材になります。はい、お昼ご飯を食べます。今日は卵かけご飯にしました。冷凍したご飯にごま油と醤油をかけて食べます。はい、あと最近白湯にハマってて、お湯を沸かして飲んでるだけなんですけど、健康にいいって免疫力が高まるって聞いたので、やってみようかなと思って続けてます。健康になるとね、やっぱり今こんな感染症が流行ってる時なので、感染症にならないようにっていうのももちろんだし、病院も行かなくて済むとね、健康だと病院も行かなくていいので、病院代の節約にもなるし、美容にもいいし、なんかいいことしかないので、ちょっとこれから白湯を続けてみたいなと思ってます。それではいただきます。はい、お風呂の防カビ燻煙剤を2ヶ月に1回します。これをしておくとかなりカビの生える頻度が減るので、すごく便利です。